おはようございます。釣り子 TV です。冬場の釣りに欠かせないものって言ったら、まあよく釣れるルアーとか、まあいろいろ考えられますけども、防寒着ですよね。寒い今の時期ですね、ハイシーズンと同じような集中力で釣り場にいかに臨むかっていうのが重要になってくるかと思うんですけども、そんな時に重要なのが各種、まあ、手袋とか、上着とかいろいろありますけども、足回りをがっつりあったかくするとかなり集中力が上がるっていうことで、新しくですね、靴下を1枚買ってきてみました。でシマノのやつ買ってきてみたんですけどね、シマノの結論ブレスハイパーって書いてありますので、超極厚の、靴下っていうことで、年末からこの新年明けたぐらいにですね、もう冬物全部売り切っちゃおうっていうことで、各種釣り具屋さんでこの防寒着とかですね、防寒グッズがすごいセールで安くなるんですよね。でこれちょっと型落ちの靴下みたいなんですけども、2100円、これね前買おうとした時もうちょっと高かったんですよ。ただもう冬物クリアランスセールみたいな感じで上州屋で2100円で買うことができたので、でもまだ1月始まったばっかりですからね、これから3月ぐらいまでですね、快適に足回りを守るためにですね、まずは靴下を買ってみました。優れた保温性と柔らかなフィット感、特殊裏肝による暖かさとクッション性のあるフィット感、まあ何にしろよくフィットするよというところと、超極厚靴下、持ってなかったんで買ってきました。でこれですよね、水力発熱ね、水の系の技術なんじゃないですかね。これブレスサーモとかそこら辺の技術が入ってるんじゃないかなと思うんですが、裏側を見るとまあいろいろと、説明書きがあるんですけど、まずどんな靴下かっていうのをちょっと開けていきたいと思います。どうやったらこっちか、あ、ね、はい、こんな感じで、いやちょっと楽しみだな、このね、こういうの大好きなんですね。高性能手袋とかですね、高性能これまあ靴下です、ね、うわー、はい、これは熱い、これは熱いぞ、あーすごいな、これちょっとねモフモフですよ、これシマノね、いやー B って書いてあるんですね、これブレスサーモンの B なのかな、はい。で裏起毛って書いてまして、裏側どうなってるのかっていうと、これわかりますかね、あーこれ裏がちょっと特殊な感じになってますね。毛がこう起毛していて非常に肌触りが良さそうで、あったかそうで、洗濯のやつが入ってるのかな、これは色落ちするので、他のものと一緒に洗わないでくださいとかですね、柔軟剤は使用しないでくださいとか、そういった説明書きが靴下の内側に入っていて、ちょっと足に入れるシーンもあれなんで、ちょっと手入れてみますね。こんな感じ、あーあったかいパッとねこの入れただけでね、とんでもないこれはあったかさがありますね。はあ、ね、でどういう技術が使われているのかってこう裏にね書いてありますんで、ちょっとじゃあ読んでいきたいと思いますね。これちょっと今家の中も寒いんでね、これ、靴下を手に履いて、ちょっと読んでいきたいと思います。水力発熱ということですね、滑らかで柔らかな肌触り、水分を吸収し吸着熱を利用して発熱、衣服内の温度を2から3度アップ、湿度を 15% から 20% 低減、シマノ当社菌ってことですね、菌の繁殖を抑制し臭いの元をシャットアウト、裏肝部分に発熱した空気を保持し高い保温性を実現、不快な静電気の発生を抑える静電機能も入っています。どんな気象条件下でも衣服内を暖かくさらっと快適な着心地をキープ、今までのウェアとは全く次元が違うプレスハイパープラス温度、
の機能、肌寒い時期から冬までアウトドアシーンを快適にする画期的な素材です。ということで、こうサーモグラフィーのやつとかいろいろ書いてありますけどね。まあ何にしてもこの水分を感知すると発熱するっていう素材っていうことで、だからまあ動かないでも結構じんわりと、あったかく、守ってくれるっていうことですね。でこれなんでシマノの買ったかっていうと、友達がみんな使ってるんですよね。で使い心地、この前の初釣りの時なんかも、友達がこれの最新バージョンのやつ履いてましたけども、もう暑くなりすぎちゃって、例えば準備の時なんかに履いているともう汗だくになっちゃって、それが乾いて、逆に寒くなるよっていうぐらい発熱するみたいなんですね。ここら辺は、この冬のシーズン自分でも使って体感してみたいんですけども、ものすごくですね、あったかくなるっていうことで、まあちょっとした準備の時とかはもう履いちゃいられないっていうことで、まあレンタルボートの釣りなんかだと、一通りレンタルボート準備して、結構重いもの運んだりとか汗かきますからね、そういう時は履かないでおいて、で出船前、まあトイレでも最後に済まして、よし出発だっていう時に初めて履いて、この上に防寒靴を履いて出ていくと、まあもうあったかいという、だからまあそこら辺の使う出しどころっていうのを注意しながら使わなきゃいけないぐらいにすごいあったかくなるっていうことなんですね。まあでこういう裏起毛で、今回はですね極厚っていうモデルを買ったので、まあこれでね、冬の足回りは一段階パワーアップしたんじゃないかななんて思いますんでね、次回の釣りから早速使ってみたいななんていうふうに思っております。で横にはですね、これちょっと型落ちのやつで、さらにシマノの防寒ソックスはですね、もうこの次世代のやつで、これ結構こういう感じでペターンとしたなんかこんな感じですけども、この素材で、さらに 3D カットしたですね、こう足の形にカットした靴下っていうのが横に並んでまして、でもそれはちょっと超極厚ではなかったんで、で釣り具屋さんの店員さんに聞くと、まあ最新式だけどこれは超極厚じゃないから、あったかさを求めるんだったらこっちだよなんていう風におすすめされてですね、こっち買ってみたんですけども、最新のやつはこれがですね、もっとこう 3D 裁断されていて、だから靴の中とかでこう不意にズリッとかズレづらいっていう最新式の靴下なんかも、釣り具屋さんには並んでますんでね、そこら辺はまあいろいろ手に取って、お話なんかを聞きながら自分に合ったものを選んでいけばいいんじゃないかなというふうに思いますけども、自分はちょっと一個ですね、何にしても一番厚手の靴下を1枚、追加で買いたいななんて思ってましたんで、でこのあとですね、防寒の長靴も自分のやつ穴が開いちゃったりしているんで、冬用の防寒のですね足回り、靴をですね何か見繕って買おうかななんていう風に計画しております。というわけで、まず今日はですね、冬場の釣りは足元からということで、シマノのですね、ブレスハイパーを使った超極厚の靴下、これを買ってきてみたよと、こういった動画でした。はい、釣り子TV でした。